今回の注目はこの七色の光。教えてしずてく、しずてく、しずてく。今回紹介するのは浜松城のある浜松市東区にオフィスを構えるパイフォトニクス株式会社。ホロライトという LED の照明機器を製造している会社なんです。こちらが当時大学内の工作室で手作りで作成したホロライトの原型になっております。この装置が発する光線が山に向かって一直線に届くと、それを見て私自身非常に驚きました。この光は世の中にないと、これはきっと必ず世の中で役立つと感じまして、製品化を決意しました。このホロライトの特徴を生かし、さまざまな製品が開発されています。現在ではイベント会場や建築、道路などにも活用されているオンリーワン製品なんです。こちらは来月製品発表しますホロライトレインボーと呼ばれる虹を発生する LED 照明装置です。このようにアーチ状の虹色の光を発生することができます。構造物の形状に合わせてこのように面に合わせて照明しますと、ろうそく状に発光させることも可能です。今このホロライトレインボーはショッピングセンターにおける演出照明でありましたり、やはり冬のイルミネーションというところで数多くの引き合いをいただいております。この遊び心から生まれたホロライトですが、今検査、演出、建築、道路、安全、芸術、その他各種実験用途と様々なプロフェッショナルの方々が活用しています。今その様々なプロフェッショナルの力を借りて新しいプロジェクトを立ち上げることができないかと模索している段階であります。将来富士山をライトアップする、そのようなこともできるかもしれません。